こんにちは、マサノリです。今回は、レイス戦のマサノリ。まあ僕が、ホライゾンを使う理由7選ということで、まあ僕の普段から見てくださってる方とかは、僕がまあめちゃめちゃレイス使ってるっていうのは知ってると思うし、一応 PS4 では、まあ、日本で一番キルしてるってことで、まあレイスのイメージがめちゃめちゃ強いと思うんですけど、まあ、なんでその僕が今シーズン、まあホライゾン追加されてから、なんでこんな使ってるかっていう理由を説明できたらなと思います。それでは、よろしくお願いします。はい。では一つ目の理由はシンプルに楽しいからですね。僕を昔から見てくださってる方とかはご存知かと思うんですけど、レイスのイメージがめっちゃ強いと思います。で、PS4 では一応レイスキル数日本一で、まあ、そのずっとレイス使ってたんですけど、その実は、Apex 始めた時とかは、そのパスファインダーも結構使い込みたかったんですよ。なんなら使ってたし。まあ、それぐらいその結構テクニカルなキャラ僕は好きで、その今回シーズン7出て、ホライゾンが出て使ってみたら、その今回のマップともすんごく相性いいし、その最初のランクマッチもだいぶそのスムーズに進めれたんで、あ、このキャラ自分に合ってるんじゃないかなって思って楽しいっていうのもあって、その飽きるまでは使い続けようかなって思ってます。もちろんそのレイスっていうのも好きやから使います。もう一個付け加えて言うと、レイス戦の人とも一緒に遊べるようになるんで、まあ、余計にエイペックスを楽しめますよね。はい。で、二つ目からの理由っていうのはだいぶ実践的な話になるんですけど、ホライゾンのアビリティもウルトも他のキャラと比べてだいぶリチャージ早いんですよ。で、よくランクまでいるレイスとかジブラルタルって、例えば、ジブラルタルのドームを敵に150削られて使っちゃいましたと。じゃあ、敵のその防衛爆撃っていうのを防がれんくなるし、レイスだったらその刻今使うか使うべきかっていう判断とか結構求められるんですよ。結構難しいんですよね。でもホライゾンはアビリティこれ使ってからすぐ15秒間で、まあ、結構早いんでどんどん使っていけるんですよ。で、ウルトもこう敵の向かって投げるだけでいいんでいちいち考えなくていいっていうのが大きなメリットですね。で、そのパッシブの落下硬直も、まあ、結構知らない人多いかもしれないんですけど、最初のドロップシップとかでこう降りてきた時に落下硬直なしでそのままスライディングでいけるから漁るのも他のキャラより早いんですよ、実は。っていうのが2つ目の理由です。はい。で、三つ目の理由なんですけど、いろんな武器使えるってことですね。で、やっぱりその、ゲームを楽しむ上で、やっぱいろんな武器使いたいじゃないですか。レイスって、結構その、マスティフ必須だったり、のボルトとか、救急とかで結構近距離で戦うイメージがあると思うんですよ。で、今シーズンの、特にオリンパスとか、レイスめっちゃ暇なんですよね。で、ホライゾンだったら、その、最近僕ヘムロックとか、まあ、チャージライフルとか、よく使ってるじゃないですか。結構いろんな武器楽しめちゃうんですよ、このキャラ。このアビリティで上から強引に射線通したり、ウルトで室内の敵を殲滅したり、楽しいんですよね。最初に言った通り。いろんな武器使えるっていうのは大きな理由だと思います。はい、で、四つ目の理由なんですけど、ジブウルトとかバンガウルト、まあ、グレ系っていうのが余裕で避けれちゃいますと。まあ、実際に投げてもらうんですけど、こうジブウルトとかバンガロールウルト使ってる時って、大体その、敵1枚ダウンして起こそうとしてるとか、こういう時に本当に、なんて言うんだろう、ホライゾン積んでないチームだったらこうドーム使ったりこう避けたりしてその間って撃てないんですけど、このキャラは撃てちゃうんですよ。で、まあそのカジュアルとかランクまでもよくよくあると思うんですけど、こう1枚敵の遠距離からダウンさせましたって時、大体こうバンガロールとかウルト使って蘇生してるじゃないですか。もう、めった打ちですよ、めった打ち。で、ちょっと、一応グレネードとアークスターも。はい、で、こういうグレネードとかも、レイスとかだったら、こういう敵と戦ってる時に、車線いっぱい通ってる時ってこうやって隠れてると思うんですけど、まあレイスでもジブでも。で、こういうとこに、やっぱ敵ってグレネード投げてくるじゃないですか。そういう時も、だいぶ余裕を持ってこうやって、このアビリティ一つで避けれちゃうんで、めちゃめちゃ強いですね、そのアビリティとして。で、このグラビティリフトって、この起動されてる時に、だいたい2回ぐらいこうやって往復できるんですよ。まず1回目じゃないですか。で、敵がこうやって見計らってきて、何個も投げてきてても、だいたいかわせます。このアビリティ一つで。で、これ乗れるの別に僕一人だけじゃなくて、別に味方も乗れちゃうんで、めちゃめちゃ強いですよね。はい。で、5つ目の理由なんですけど、上からの奇襲がしやすいと。例えばその建物の上にいる敵とか、ドームの上から、その自分に意識が向いてない時の上を通って、まあ、奇襲ができるってとこですね。こうやって使って、こういう感じで。ホライゾン使う人は、絶対このエイムの練習しといた方がいいです。こう。上に登ってる時にこうやって撃つ練習。
で、こうジブラルタルのドームシールドが対面でありますと。で、味方とこう、混戦でごちゃごちゃになってる時に、絶対この自分の位置をこういう風にずっと追ってる敵なんていないんで、こうやって後ろからドームの中を通って敵倒せたりします。まあ、ちょっと、本当かいなって思う人は、ぜひその、カジュアルとかでやってほしいですね。はい。で、6つ目の理由なんですけど、その高台などのその強ポジっていうのを取り続ける必要がないんですよ。家の上とか。で、その、例えばアーマーとか割られて、パスに詰められるって時でも、その簡単に下に降りて、そのアビリティのリフト使いながら回復とかできるし、もしその、真下のこの、こういう高台とかね、真下の敵140とか削って、倒せるって時に、普通のキャラだったら、こう登るのにこうやって、だいぶ大回りしていかないといけないけど、このキャラだったら下でこうやって倒して、そのアビリティで上に戻れるんですよ。だから、その、高台を取り続ける、強いポジションを取り続けるっていう概念があんまりないんですよね。で、こうやって、下から撃ってきてもらって、はい。で、アーマーないって、敵やったら詰めてくると。で、その時も、今回復ないけど、こうやって、バッテリーとか巻きながら、さらに敵の上取れたりするわけですよ。だから、まあ、ぶっ壊れてるよねっていう、6つ目の理由です。はい。では、最後7つ目の理由なんですけど、そのウルトっていう、このウルトが、そのいろんなパターンで攻撃に使えるんですよ。でレイスのそのポータルとかって、まあ、爪ポータルとかあるけど、まあ、実際にその撃つのは自分だし、このウルトは、こう体力200もあるから、こう壊すのにだいぶ時間かかるし、その、敵大体その間これ狙ったりしたり、こうずっと中に引き寄せられてるんで、その間撃てちゃうじゃないですか。で、これが、例えばその、敵が角待ちしてるとこのこっち側に投げたら余裕でそっちに吸い寄せてくれるし、そのこのウルト一つでその一枚敵のダウン取れたりして、だいぶその部隊を壊滅させるまでのスピードっていうのが上がるんですよね。そのレイスのその爪ポータルとかって使うときって、だいたい想像してもらったらわかると思うんですけど、あ、この部隊戦ってるって、そのなんて言うんだろう、こう敵と戦う前からいきなり使うっていうパターン少ないじゃないですか。でもこのホライゾンのルートはもう敵にそのままポイって投げるだけで一枚キル取れたりすることがあるんで、やっぱり使ってて強いなって思います。まあ、以上の7つがホライゾンを僕が使う理由なんですけど、今新キャラ使ってないとか、そのちょっとエイペックス飽きてきたなって思った人も、ちょっとホライゾン使ってみて、ちょっと僕と同じこの楽しさっていうのを味わってほしいです。最後まで見てくれてありがとうございます。じゃあね。得意点を見せてあげよう。プロボーしましたね。建物の中か、建物の中か。待て、シールドをリチャージする。リロ。あ。リロード中だ。やろ。敵をデータから排除。おっと、それな。リロード中。ふわっと着地。マジ何パーティー組んの？やばっ！てかあれ勝つの？マジで？ほら！
やばっ。ちょっとゆふなくんの時間がね、やばいなと思って。動画をご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録もぜひぜひお願いいたします。他にも APEX の動画を投稿していますので、そちらもぜひお楽しみください。 Twitter のフォローもお待ちしています。それではまた会いましょう。またね。